はい、皆さんこんにちは。魔法を信じる会の時間です。どうもこんにちは。はい、そろそろ日本も近くなってきたんでね、はい、いろいろとあの皆さんとしてメッセンジャーとかでやり合ってんだけど、はい、最近思うことね、そのマジックの可能性とかそういうことを含めた話をしたいんだ、はい、ね、それとマジックと魔法とか、その今日本でやってるそういうトリックいろんなものあるけど、俺ねやっぱり疑問感じることが多いんで、やっぱりこれはねちょっと言いたい方向に近いかもしれないけど、あの日本のマジックも含めて、あとね催眠術の話、実はあの皆さん知ってる人は古い人は知ってるけど、俺は催眠術の専門家だったんで、ね、どのぐらい専門家かっていうと、催眠術の番組の監修やってて、みんな日本の催眠術下手くそでかかんないんだけど、それを芸能人にかけるの難しいから、それをね俺が一方的にかけると思う。だ今の催眠術やってる人たちもそのやり方を継承してる人たちもいるんですね。あとメンタリズムとかそういうのもちょっと考えたい、はい、さあそんなわけでね、今回マジックの内容までいきます。もちろん日本でねやってほしいことがあったら皆さんいろいろ言ってくださいね。何でも実はやるんだね。はい、ということでいきましょう。魔法を信じる会です。うん、催眠術の番組とか見たことある？昔でもいいんだけど。昔一時ね、マーチン・セント・ジェームスっていうね、オーストラリアに行って、5円玉潰してこんなことやってるやつとかね。まあね、あれはね、ちゃんとしっかりした理由なんだよ。あの要するに5円玉じゃないけど、本当は水晶みたいな、うん、あのパワーストーンみたいに吊るして、人間の目の前でぐらぐら揺らすと。で、本人が揺らすんじゃなくて、相手に持たすんだよね、本当はね。相手に持たすと、相手がそれを見つめてると勝手に揺れ始めるっていう。これはよくある昔からね、例えばコックリさんとかウィンジャー版と同じで、うん、人間の頭の中のその深層心理とか人間の体つながってて、うん、そういうと動かしちゃうんだよ。動かしてる理由がなくて動いちゃう、うん、でそういうのを使ってね、マジックに使ってる、あの、まあ、見事にやってる人もいて、うん、で俺人の催眠術正直言って嫌いなんだ、うん、で俺が昔催眠術のそういうことやったことってみんな知ってるから、うん、俺催眠術会ってさ、一生懸命さ10人ぐらいかけて、あの一緒ね、そのうち 2,3 人元から飼ってる人とか昔からね、うん、そいつらかけてなんかいろんなことやってるのに嫌なんだ俺、うん、もう嫌なの。そういうさ、なんだろう、そのなんか 100発投げたらさ、3発当たったからそれだけ催眠術って私は誰でもかけられるんですみたいな、うん、誰って言っちゃいけないんだけど、これ誰だって分かった人がいると思う。そうか、クイズだ。だから催眠術ってさ、やり方によっては瞬間でかけられるんだよ。で俺なんかはあのやらないのね、嫌いだから催眠術、うん、意味ないから。縁がなかったね、うん、催眠術。だからさ、何があれいいの、かかるかかんないかっていうことをさ、不思議でしょうなんていうの、それとも、うん、ひょっとしてね、かかった時に相手がいろんな格好したりするのが面白いからやるので。俺なんかあれを話したら、催眠術って本当かかるんですかっていう人がいるよね、うん、そんなバカな人がいる。これバカな人なの、うん、かかるに決まってんだから、うん、ね、でも僕はかかんないと思うとかさ、要するにかかろうとするかかかろうとしないかっていうのは選択ができるんだよ。だって自分の身を守るためにかかろうとしないっていうことはできるんだ。じゃあフォースで抜かされるみたいな。そうそう、意地でも抜かないっていう人にフォースを抜かせるにはどうしたらいいかって、そこ言いたかったの俺。あなたいいとこだよって言ってくれた。だからね、絶対俺はフォース抜かないっていう人にはどうしたらいいかっていうのは、フォースを抜かないという気持ちをまずね、あの取ることが大事なの。それができるからね、カードを抜くってことに対する恐怖心とか、それが大事なの。だから力比べで強引にフォースを抜かすんだったら、そういうフォースもある、うん、ね、メンタルフォースもなんてそういうフォースあるけど、うん、何のためそれやるか、知恵比べ力比べのためにやるんだったら、俺はもっと違う使い方したいんだよね、うんうん、だからフォースなんかもそれは不毛なの。催眠術かかるかかんないかなんて、うん、一番簡単なのはやっぱりあの強制的にかける方法っていくらでもあるんだ。相手を落としちゃって、あとはね、落とすっていうのはさ、意識がちょうどなくなる瞬間ぐらいの時に暗示入れちゃう方法とかさ。眠りそうになった時がいいの？眠るとは違うんだけど、意識が落ちるっていうのは、うん、意識が落ちるっていうのは、だそういう薬ね、催眠導入するさ、薬、睡眠導入じゃないんだよ、そういう薬だってあるわけだし、昔よくやったのは気絶させるわけだ、あの頸動脈締めてその瞬間入れる方法だったんだ。でもさ、そういう意味ないでしょ。あれがなぜかったらさ、人間の言葉巧みで相手が言う通りになっちゃうところが恐ろしいとか、そういうことがあってなるわけじゃない、ね、私ね、うん、あんまりね、体験したことがないとか、身近なところで見たことがないから、ね、うん、俺はね、その昔は、ね、ほらそのテレビのね、あの催眠特番の監修やった当時に、やっぱり大変だったのはさ、催眠術なんてさ、そんな大したことできるわけないんだよ、うん、やっぱり催眠術師が特別すごい技を使えるわけではないね、ただ単に相手を言う通りさせるようなショーはできて、催眠ショーはできるし、例えばいろんな精神障害なんかをさ緩和する方法もできるよ、いろんなことがある、ね、できるよね。例えばタバコをやめるためのさ補助になることもある、補助しかならないけど、ね、だからそういうことができたとしても、その催眠自体が特別なことではない。でも特別なことだっていうふうにテレビ局がやりたかったから、例えば催眠術をかけて、それでね、例えば世界記録で日本記録の水泳の記録を出せねえかとかね、150キロ投げさせられないかとか、ボールを高校生に、
そういう番組が来たんだよ。で俺はその番組のあれを作りに、あとその時空工房って制作会社行って、うん、かかるんですかってちょっと 2,3 年かしかされて AD からってそのことかけていろんなことやったの、うんね、そしたらこれでやりましょうになっちゃった。で持ってきた企画書の中に、あの志垣太郎っていうさタレントに何をかけて何をやせるとかさ、うん、ねなあ、あとね、なんだっけな、坂本一世っていうタレントがいて、すごい速く走る坂本一世と井出らっきょう、うん、で坂本一世には水泳、うんね、で井出らっきょうには 100m で日本記録出させるっていう、あのね、まず重要な問題は井出らっきょうは芸能人であの当時足が速かったけど年齢的にも運動もしてないで出るわけがない、うんね、で坂本一世は靭帯切っちゃってるんだよ。だからそこから直したってさ、そんな記録出せるわけないじゃん、うん、だからそれをやろうったって無理なんだよ、うん、でそれを例えば催眠術をかける人間がいて、まあ、それは小林恵子の役割だったんだけど、うん、あの要するにあの俺のチームが一番すごいから一番大変なのを作るわけ、うん、あとは高所恐怖症を克服してさスカイダイビングやりましたとか、うん、ね、あのなんだろう、要するにさ高所恐怖症の人がスカイダイビング出たらすごいでしょ、最初から高所恐怖症じゃねえんだからさ、そう、ね、う話もなんねえんだそんな、高所恐怖症かどうかさ、うん、本人のさあれしか分かんない。ところがね、この時にやった中で一番すごかったのはその後から名スラッガーになった、要するに横浜ベイスターズのね、あの、うん、その時太陽ホエールズのあれになった、あの近大附属高校の金城っていう、その当時ピッチャーがいたの、うんね、韓国の人なんだけど在日のね、その金城っていう、まあ、今はスラッガーだって、今もう47歳ぐらいかなんだけど、うん、でその子に催眠術かけて148キロ投げちゃった。でその時すごかったのは本当に148キロ投げると思わなかったからカメラ撮ってたんだけど、スピードガン持ってる人間が間違ってリセットを押しちゃったんだよ。もったいない。そう、その時にもうみんな手も多いだよね。ところがね、その俺たちがやったその催眠術という同じようなね、うん、その方で、まあ要するに小林恵子がかけてるうち、実際俺がかけたんだけど、うん、あのやった時にすごかったの、キャッチャー、うん、キャッチャーはその一番かっかりしてるわけでしょ、記録取ったら大丈夫大丈夫走ってるよ、次は150以上出るよっつって、もっと気持ちよくさせてもう一回取った、うん、148キロ、うん、だすごいんだよ、キャッチャーって。そういう意味ではメンタルな、そういうものができる人間だなってやっぱり思ったね、うんまあね、でもね、その催眠特番が続いてるメンタルの話をしたんだけど、うん、メンタリズムとかメンタリストとか、ね、流行ってる流行ってないっていうけど、うん、何が言いたいのか分かんないんだよ。要するに、うん、超能力っていう言葉がみんな一番好きなんだけど、さすがに超能力に信憑性ないし、マリさんが超能力ないことはみんながもう知っちゃってるわけだから、うん、新しい言葉で新しいスターをね作りたい。だからメンタリスト DAIGO の師匠っていうのがいるらしくて、うん、それでメンタリスト DAIGO っていうのがいるらしいんだけど、DAIGO と師匠は確か東横デパートかなんかに来てた人たちだったと思うんだ。だからメンタルっていうのもさ、ああやってあの売り物にしようと思ったらやっぱり間引きしたさ変なものが入ってっちゃうんだよ、うん、だから俺たちが例えば今度夏でもやるけど、やるものっていうのはガチンコって言い方したいね、うん、だからガチンコってかっこいい言い方じゃないけど、だから俺のやるのはガチンコだから、うん、ガチンコじゃないと面白くないじゃん、うん、なんだっけ、ユリ・ゲラーとか昔さあいたね、まあ今もいるんだけど、あの人も超魔術のなくてね、もともと超能力って言ってたよね、そういう風に言ってやってたね、うん、だから今彼らの映像をもう一回見て、うん、マリさんの今見たらどれも超能力であるはずないこと一発で分かっちゃうけど、うん、ね、だけど、まあ、演出とかその時代の背景でやってただけで、うん、じゃあ俺のなんて昔から今までかかっててさ、どう考えたってマーシャンたちの間だってこれはマジックじゃないって言われてた、なぜならガチンコだから、うん、だからガチンコって地味だけどね、実はね、フォースはそうでしょ、うんうん、フォースなんか例えばクラシックス以外のフォースとかさ、それ以上のフォースなんていうと、もう周りからすれば超能力と言ってくださいって言われてる、以外ありえない、うん、だから何でもそうなんだけど、極力仕掛けとかそういうもののね、介入のあれを少なくしたいわけじゃないね、だから昔の魔法使いというのはどうだったかって言ったら、うん、その手法を神羅万象からトリックまでいっぱい知ってて、うん、それを密かに自分たちだけ使えるような本をした、スペルブックって本を作っておいて、うん、ターベルコースみたいなのを一冊もと思ってるわけ自分の、うんね、それをあの演じられてたっていうことだから、うん、まあね、今年本当にね、ダウンロードなんかでもいっぱいメンタルもやってるけど、うん、あの優しくできるメンタルと本当にやりがいのあるすごいメンタルまであるんで、うん、あの今日は僕のダウンロード作品を持って買っててくれた方にはあのスペシャルレクチャーやりますからね、はい、一緒に飲み行ってくれればいいんで、それでもう語りまくる、うん、で今回からは買ってくれてない人はやっぱり教えないようにしなきゃいけないなってことがね、最近分かってきた、買ってくれた人に対して、そうなんだよね、うん、あれで、だからそうそう、キャスルとかもさ、うん、案内するときにさ、なんていうの、あれに
なんだっけ、やっぱりね、自分だけ都合良いっていう人がいるんで、それに関してはやっぱりプロテクトしなきゃいけないなって分かった ね、まあそれでもね、親切に過ぎちゃっていけないんだけど、とにかくそういうわけで今年の夏はメンタルも含めて催眠術が見たい人がいるんだったら、見たことがない人がいるんで、あのどんなものかってことを教えることは、私も見たことないかな、だってもうね、あんまりあのかけたくないんだよ、うん、昔はレクチャーになったんだけど、僕もあんなもん、そう、あ、そ、はい、そういうわけで終わってしまいましたけど、はい、また来週、さようならです、どうも。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。